朝日新聞社、朝日ビルディング株式会社朝日ビルディングは、大阪市北区中野島の中野島フェスティバルタワーにある、朝日新聞社関連のビルディング建築、運営に携わる会社である。1929年8月、朝日新聞の創刊50年を記念して、朝日新聞の社屋などを管理する会社として設立。まず、東京、有楽町の朝日ビルディングの建設を皮切りに、 横浜市、大阪市、神戸市、福岡市などの朝日新聞の社屋、あるいは関連企業のビルディングを建設するようになる。特に、神戸市の神戸朝日ビルは1934年に建築家、渡辺武士により設計された、神戸証券取引所をもとに戦後映画劇場、神戸朝日会館として再生。その後、施設老朽化に伴う改修で、 オフィスビルとしての機能も追加、神戸のビジネスの中心としてその名残を留めている。また、中野島のビジネス街にあった新朝日ビルディングには、フェスティバルホール、リサイタルホールが設けられ、クラシック音楽をはじめとした各種音楽コンサートに利用されていた。新朝日ビルディングは2009年に解体され、2010年1月9日に、 フェスティバルホールを含む高層ビル、中野島フェスティバルタワーの建設工事が着工し、2012年11月6日に、竣工した。グループ会社として、関西国際空港の機内職、免税店事業などを行う朝日エアポートサービスがある。なお、アスの名前がついている、A、AS ケータリングは、同社と日本航空の合弁会社だったが、2006年までに、 保有株式をすべてグルメ駅ネ屋に売却したため、資本関係はなくなっている。2006年3月期の売上構成は不動産、賃貸75%、劇場、ホール11%、ホテル事業2%、その他12%となっている。ありがとうございます。